皆様お集まりいただきありがとうございます。この度江東区長に立候補いたしました三戸彩と申します。私はこれ以上子どもたちの未来を他の誰かに任せていられない、子どもたちにツケを回していられないと2019年一人の母親として意を決して江東区議会議員になりました。それからずっと国政政党や宗教団体や労働組合の支援をお断りし続け、完全無所属の立場を貫いて活動をしてまいりました。区民目線でおかしいなと思ったこと、税金の無駄遣い、古い議会の慣習、こうしたものと一人で向き合って戦って変えてまいりました。一人で戦っているというと一人ぼっちなのかなと思われてしまうかもしれませんが、実際は私以外の43人いる区議会議員に対して一人一人お話をしていく。江東区議会では昔区議会議員に対して1日議会に行くだけで3000円もお小遣いが出てたんです。これ区民目線でおかしいですよ、絶対受け入れられないですよという話を当選直後からし続け、1期目が終わる年になんと廃止することができました。私はもともと一人でおかしいと思ったことには立ち向かうけれども、それを少しずつ一人ずつ話をして対話をして変えていく、そうした姿勢で仕事をしてまいりました。物事を変えてまいりました。2期目の選挙、半年前に行われました選挙では、こんにちは三戸です、完全無所属の立場から江東区議会史上最多のトップ当選を果たさせていただきました。よし、これでもっと江東区よくできると意気揚々と2期目の議会行った日のことをまだ昨日のように覚えております。区民の皆様からの政治への信頼が地に落ちている、私は新聞からのインタビューにそうお答えさせていただきました。どうしたらこの区政に対する信頼が回復できるのか、戻せるのかどうか、私は悩みました。三戸さん、一途に区民のためにずっと仕事をしてきたなら区長になってその仕事をし続けてください。今こそしがらみのない区長が必要なんです。区長はどんな人のも区民の再利益の優先して仕事をするのが仕事でしょ、三戸さんなってくださいと区民の方からこういうメッセージをいただいたんです。私はこれで出馬を決意しました。出馬を決意した後、新聞記者の方から言われました。三戸さん怖くないんですか、区長選ですよ、相手は国政選挙に出るような相手ですよ、たった一人で切り込むの怖くないんですか、トップ当選っていう名誉を失ってまで区長になりたいんですか。私は答えました。怖くない。本当に怖いのは区民の皆様が江東区の未来を、区政を、政治を諦めてしまうことです。出馬を決めてから悩みました。眠れない日もありました。そんな日は子どもの寝顔を見て母親として頑張らなければ、この江東区政なんとかしなければという思いで今日を迎えました。この選挙は私一人だけの戦いではないと思ってます。皆さんが毎日日々毎日懸命に生きる区民の皆様が少しでも江東区を良くしたい、日本全体がいつか良くなることを願っている一般の区民の皆様との一緒に挑む戦いだと思っています。厳しい選挙ということは重々理解しています。だけど今ここで政治を諦めてしまったら江東区は何も変わらない。しがらみのない区長を今皆さんの手で誕生させてください。私、国政政党とも宗教団体、労働組合、どんな団体からの支援も全部断ってるんです。そうしないと本当に区民のための利益を追求できる区長になれないって私分かってるんです。どうか皆さん政治を諦めないでください。私と一緒に小さな風が大きな台風になるように、一緒にこの江東区から日本全体を良くしていく、この動きを一緒に作ってまいりましょう。選挙戦全力で駆け抜けてまいります。ご迷惑をおかけてしまうことがあるかもしれません。ですが
人の区民として、一人の親として、子どもの未来を守りたい、その気持ちを区民の皆様お一人お一人に伝わるように駆け抜けてまいります。どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。